堀江光子さんです。皆さんこんにちは。改めてよろしくお願いします。こんにちは。堀江さん、早速ですがあの歌を披露していただきたいと思います。みんな一緒に盛り上がっていきますよ。ボルテスファイブの歌、皆さんと一緒に一体感があって歌えることは本当に幸せだなと思いました。もう手拍子もバッチリ合ってましたよね。なんかそうですね、練習したみたいに。はい、これなんかこうはいかないです ね、はあ、ありがとうございます、ね、すごい最高でした。改めて皆さん、まあ、映画の中でも流れておりましたけども、生で聞いてやっぱり すごいですね。堀江さんの声ってどこまでも伸びていくような。ありがとうございます、ね、あのここに来るエレベーターの中で、あのマネージメントのね、事務所の方と、はい、堀江さん、こんな日が来るとは思ってませんでしたねってなんか、はい、そうですね、このまさに50年ぐらいの時を経てこの歌はもう一度いろいろ思うところもあるんじゃないですか。いや本当にそうです、うん、あのずっと歌い続けては来ましたけれど、ボルテス5だけでこれだけの日が来るというのは、ね、本当にあの歌ってきてよかったって思います、ね、そして今まさにこの皆さんは映画をご覧になったばかりですけれども、本編の中で堀江さんあもう皆さんもちろん続いてらっしゃる、改めて発表していただいていいですか、マリアンヌ・アームストロング、ボルテス兄弟の母の役をやらせていただきました。最高にあの劇的な役というか、演じてください。いやいや、大変な。そうですね、あの私最初母って言われて、はい、すごい気軽にお引き受けしちゃったんです。はいはい、お母さんね、はいはい、見守ってる感じかな、うん、はいはい、そうね、あ、わかりましたなんて言っちゃったら、はいはい、母であり、科学者であり、はい、戦闘機のパイロットで、戦闘機ものすごくビームとか避けながらめちゃくちゃうまく倒せますもんね。すごいですね。そして最後死んでしまうっていうね、口のあたりにドーンってぶつかってましたもんね。どんな母だと思って本当にちょっとあの台本が来てからビビりました。あれの時の収録の時どうだったんですか。いや、めちゃめちゃ緊張しました。そうですか、はい、はい、すっごい緊張しました。皆さんあの5人の選手は最高に上手でした。改めて素晴らしいマリアンヌね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ここからますますいろんなお話を伺っていこうと思いますので、この方にもお話に加わっていただこうと思います。白倉慎一郎、エグゼクティブプロデューサーです。はい、東映の白倉と申します。あの昔の1977年のボルテス5世代代表兼、堀江光子さんのファン代表としてこの場に立ちますが、あのあまり邪魔しないように喋らないようにしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということは白倉さん、必須が出てまいります。まず改めて出来上がった本編ご覧になった堀江さん、いかがでしたか。でももう自分のだけが気になって気になっていや、でもすごいやっぱりあのリスペクトされていて、あのいいところだけがしっかりこうまとまった感じで、はい、ただお母さんはああいう役だったんだっていう感じ。
ただボルテス5の歌もちゃんとバチッといいところで流れるじゃないですか、あのシーンで。あのフィリピンの方もすごくあの歌を研究してくださっていて、日本語も上手ですし、歌い方もなんかちょっとあの研究してくださったみたいで、すごく素敵でした。はい、改めて伺いますけども、あの白倉さんにボルテス5がフィリピンで映像化、実写化されるというふうになったいきさつをここでもう一回伺ってもいいですか。いきさつよくわかんないんですよね。初めて聞いてください。あのいや、フィリピンで大人気大人気とは聞いたんですけど、はいはい、あの実写版リメイク、リブートがかかることになったよ。嘘だなって。で、あの最初のパイロット映像っていうのをこう作ったよっていうね、あの先方の会社の方がお見えになって、はい、パイロット映像、あのこういう感じの CG 線だったり、こういう感じのドラマだったり、もう大体ほぼほぼこう完成作に近いようなものをいきなりこう作ってこられて、バカなの？ひどい言い方、言い方ですよ、言い方。本当に、いや美術から CG から何から本気中の本気で、当時あのちょうどのコロナで撮影がこう止まってしまったんで、まあ、それであのここまではできてるんだけどっていうようなものをこうまたあの別の形で拝見すると、そうなんだ、まだ撮るのってびっくりしましたね。コロナで撮影が止まっていた、ずーっとあの CG 舞台が、はい、ネチネチと手入れちゃったらしいんですね。言い方ですね。どんどんクオリティ上げちゃったらしいんですよ。でそしたら撮影が再開するじゃないですか。はい、だからこの後も、この後の話数、まあテレビだと全90話あるわけですよね。この後の話数も全部あのクオリティやんなきゃいけないわけ。こうなんか墓穴掘ったらしいんですでも今回の映画ってさらに CG に手を加えたりしてアップグレードさせたりとかしてるんですか。どこまでやりたいんですか。まだやってるかもしれないですよ。でも90話っていうボリュームも白倉さんすごいですよね。初め聞いた時には80話って聞いたんですよ。アニメが40話、40話です。80話です。え、よくやるなって思ったら、あのいやものすごい期待度が高いんで90話に増えました。はいって。なんかこの件、あのフィリピンの実写版に関してはもう何を聞いても一回呆れるっていうところから入るんですよね。いや、大きすぎる愛ってあのフレーズ先ほどおっしゃってましたけど、いや本当大きすぎてちょっと受け止めきれないみたいな。本当すごいと思います。堀江さんは今までもそのボルテス5、関連でフィリピンに複数回行かれてますけれども、現地の熱狂っていうのも何でも感じてらっしゃるわけですよね。もうこれは本当にすごいです。なんか国賓待遇だって噂を聞いたことありますけど、なんか、まあそれはちょっと盛りすぎですけど、そうか、でもまあある程度の VIP 待遇で。え、どんな感じなんですか。あの空港はまあフリーパス、イミグレーションなしみたいな。それ完全にあのそれ国賓と言われてそうですよね。あのボーディングデッキのところでミスホーリー、ミスホーリーって誰か呼んでるんですよ。ホーリーって聖なる？ん？って思って、でもホーリーだから私かもしれないと思って、はいって言ったらそのままスルスルスルと、こっち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 って思ってて、はい、でも結局スタッフがみんな入局審査するまで待ってるんで、ずーっと待ってたんで、どっちがいいか分かりませんけども、まあそんなでオールフリーパスで出て、であの車に乗るとまあ、白バイが先導で街の中をまあ走るんですけど、ですからまあ逆走みたいな、逆走場合もあるババババババみたいな、信号とかも全然もう、そうですね。で車乗りながらすいませんすいませんって両脇に、はい、ちょっと言いながら。でもそこでイベント会場に行くともうすごい数の方がもうめちゃくちゃ盛り上がってるわけです。すごいんですよ。でもボルテス1曲なんです。人気があるの。あ、そうなんですか。私、1時間のコンサートメニューをちゃんと作っていったんですけど、ボルテス歌ったらその瞬間からボルテス、ボルテスってなって、その先の歌が歌えず、ずっとボルテスを何回も歌うんです。何回お客様ボルテスだけを届く持っていてるから。で、マイクがあろうがなかろうが、カラオケがあろうがなかろうが、ボルテスなんです。とにかく歌えっていう。最高何回ぐらい歌った感じなんですか。記者会見で10回ぐらい歌った。記者会見ですよ。本当に記者の人がもう無茶振りするんですよ。ボルテス。でも何度歌っても
めちゃくちゃ盛り上がるんですもんね。はい、そして何度もボルテスになるっていう。はあ、本当にすごいです。で、皆さん日本語で全部3番までしっかり歌えちゃったりして、ただまあもちろん私個人としてシンガーとしての堀江美津子はそんなに、まあ、知名度はないですけれど、ボルテスのオリジナルシンガーといったらもう誰もが、もう誰もが、オーボルテスここすごいんです、オーボルテス。それは持ってないんですね。持ってないんです、これ足りないぐらいなんです。全員そのリアクションで、そうなんです。